就任後初めての外国訪問としてニューヨークを訪れている静岡一区選出の上川陽子外務大臣が本格的な外交をスタートさせています。日米外相会談では日米同盟をさらなる高みに引き上げるよう連携することなどを確認しました。また議長役として参加した先進7カ国 G7 外相会合ではウクライナ問題について G7 の連携を確認したほか、11月に東京で G7 外相会合が開かれることが決まりました。互いにファーストネームで呼び合うなど個人的な関係を築くこともできたと考えております。今後こうした関係を継続強化をしていくことが重要であります。上川大臣は明日以降も各国の外務大臣との会談が予定されています。